収まりました。スタートしました。2コーナーを目指しての先行争いまだ広がっていますが、6番のセルバーグが行くか、間から7番のアナゴさん、セルバーグアナゴさん2頭並んで3番手2番のシュリ固まっています。出を伺うような格好です。3番アドマイアビルを外を通って9番鳳凰アマゾン、このグループには14番カイザーミドル、1段でバックストレッチに入りました。その後ろも8番のサブライムアンセム、ここも固まって外を通って10番のウィングレイテスト、中段の外目インコースからは1番のバリアメンテが続いています。サブライムアンセム、その外を通って15番のビッキーブリランテ、中段です。2馬身離れました。内から5番のワールドウィンズ、16番のルージュスイリアは後方から5、6頭目 1000m 切りました。34秒6での最初の600の通過。後方は外を通って11番のディビーナ、内から4番名将新竹、角田大学士に乗り換わっています。13番のベジャール、後方から2投目800切って3コーナーのカーブ。12番のダノンスコーピオンは最後方から3コーナーから4コーナー坂を下っていく。6番セルバーグ単独の先頭です。今600切りました。2番手7番アダゴさん、3番手2番のシュリが内を通って、その後14番カイザーミドル、4番手4コーナーのカーブ、大きな歓声が湧くファンの前に出てきます。4コーナーから直線コースに向きました。6番のセルバーグ先頭、400切ってこれから坂の上り、2番手からアナゴさんが差を詰める。内から2番のシュリ、あとは外を通った追い込み勢は黄色い帽子10番のウィングレイテスト追い込みだ。1番外から11番のディビーナ、ディビーナ追い込んできた。ウィングレイテスト、ディビーナ、アナゴさん、それから16番のルージュシリア、3番手争い、さあ逃げる逃げる。6番のセルバーグ、セルバーグ先頭ですが外からディビーナ、間からは10番のウィングレイテスト追い込んでくるが、6番のセルバーグ止まらない。6番のセルバーグ逃げ切った、ゴール。2番手11番のディビーナ、3番手は接戦、外16番ルージュシリア、内10番ウ